声優養成所を紹介しちゃいます。桃井さんの養成所ブラックで有名じゃん。俺のこと嫌い？何言ってるんだ。期待の新生陸潮コンビ、最高の筋書きじゃない。お団子ちゃんはいつも前向きだね。あいつ別れてから壊れ始めた。陸のこと私が一番よく分かってる。ストーカーされてるとか。ストーカー？チャンスを握りつぶすこともできる。桃井つぼみだったかな。俺が聞きたいよ。メイビー恋が聞こえる、月曜から木曜深夜。声出ないのか。ときめく時を TBS。